アニメツーリズム市長サミットは一般社団法人アニメツーリズム協会が実施するイベント。アニメツーリズム協会の会長はガンダムの生みの親とも言われる富野義行。アニメ作品を活用した旅行者の誘客に積極的に取り組んでいる先進的地域の市長と作品の作り手であるアニメの制作会社の代表が登壇しアニメツーリズムの現況と課題。 今後の展望、アニメの作り手側と舞台になった地域の連携など、交流人口の拡大に向けて、アニメツーリズムの可能性を検証する。2019年12月1日、アニメ聖地88にも認定され、北九州ポップカルチャーフェスティバルやアジア漫画サミット、海外漫画フェスタ等、漫画やアニメのイベントを積極的に実施している北九州市で初開催された。 パネルディスカッションでは、作品のファンが楽しめる地域作りをテーマに、未来の未来を手掛けたスタジオ地図プロデューサーの斎藤、雄一郎、アンゴルモア原稿合戦期他プロデューサーの田村、淳一郎が討論。市長サミットでは、開催地である北九州市の北橋健次市長をはじめ、岩手県知事、鳥取県知事、横手市長、東長ら、参加後市長が登壇。 観光振興の成功事例を共有するとともに、各自治体の取り組みを共有した。サミット終了後、北九州ポップカルチャーフェスティバルのメインステージで、空の青さを知る人よ、他のプロデューサー清水博之と声優の高田祐樹によるトークの後、決定したアニメツーリズム宣言を、参加自治体の主張が宣言した。ありがとうございます。